皆さんこんばんは。今回はですね、オーブエレックスのリアルドライビングシムというゲームをですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まあこれでですね、もうほんまにもうほぼ網羅ですね、このオーブエレックスのゲームは。セッティングまずちょっと見ていこうと思うんですけど、まあもう一緒ですね、うん、一緒です。でグラフィックはですね、ロー、ミディアム、ハイ、ウルトラまであるので、ウルトラにしましょう。で、マルチプレイヤーもですね、ありますが、ちょっとですね、キャリアでいきます。うん、もうさすがに、言ったら4つ目なんで、操作関係はもう、まあ一緒なので、ちょっと今回はですね、割愛しようかなと思うんですけども、これは1,2,3,4,5,6 とか書いてるんですけど、オーブエレックスのこれまでのゲームの時系列とかをですね紹介すると、まあ、まずですね、まあ、2016年バージョンで、ドライビングスクール2016というのがありまして、でその次2017年版ですね、ドライビングスクール2017で、こちらのリアルドライビングシムというのはこれまで2019年のゲームなんですけど、でこの次にドライビングスクールシムですかが2020年のゲームということで、グラフィックとか、まあ、出てくる車とか、まあ、ちょっとずつ進化したり、まあ、してるんですけども、2016、2017でドライビングスクールシムっていうのは全部ですね、まあ、運転教習のゲームなんですけど、このゲームだけですね運転教習のゲームではありません。基本的にはですね、ちょっとスピードを出して、まあ、飛ばしていくような、ゲームとなっています。で、まあ、ちょっとですね、まあ、これ今音がちょっとちっちゃいですかもしれないですけど、ドライビングスクールシムよりかはですね、ちょっとエンジン音がですね、まあいいんかなという感じなんですけど、これ今の車はですね、これなんですよ。これはベンツですね、ベンツ。ベンツ A クラスかな。で、まあこれもスポーツモードがあるので、まあスポーツモードにすれば、まあこうやってこう、暴走してくれます。はい、でですね、ポーズ画面いきましょう。でこれポーズ画面いくと、あの今のやつとですね、まあ、全然違うんですけど、まあ、こういう感じでなんかなんか走っていきましたね。でですね、まあ右に、まあ、SOS とかいろいろ書いてあるんですけども、ショールーム、こちらでですね、こう車を買うところですね、こちらがね、はい、でこのマイカーズっていうところを押すと、自分の持ってる車両がですね表示されるんですけども、まずこのビジュアルアップグレードというところですね、まあホイールですね、ホイール変えたりとか、ナンバープレートをやったりとか、まあまあこの2つだけですね。でペイントで、色をつけることができます。でパワーアップグレードでですね、あの馬力とかのアップグレードがですねできます。そしてマップはもうほんまにマップですね。このチャレンジのところに行って何かですねゲットする必要があるんですよね、そのミッションを。でまあサーキットとかドラッグとかですね、まあいろいろあるんです、オフロードとかでですね、ちょっと気になる車なんですけども、ちょっと2020に似たようなラインナップかなと思うんですけども、まあ、BM があったり、ゴルフがあったり、まあ、ここら辺は一応ハッチバックですね、ハッチバック。フィアットとか今ないと思うんですけど。で、ここからセダンですね、セダン。セダンも、セダンちゃうな、これクーペか。クーペですね、クーペ。で、これがセダンですね、これセダン。これセダンのところですね。まあ、こういう感じで、まあ、結構今と似たような車がいっぱいあるんですけども、あ、こっからですね、こっからこれなんやろ、これはスーパーカーですかね、一応スーパーカーの分類ですかね、これは。まあそんなにかもう目立った車で、これハイパーカーですね、ハイパーカー、まあ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 。でこれ SUV ですね、 SUV もまあドライビングスクールシムと、まあ、結構まあ似たような感じなんですけど、まあ、ちょっとまあ、あのない車とかもありますけどね。うん、これない車もありますけど。で、
ですね、ちょっとまあ何かこの、アイコンよくわからないんですけども、まあここでですね、ほら見てください、これスープラがあります。スープラが、これはですねぜひ乗ってみたいですね。スープラ、そしてこれ見てください、バイクがですねあるんですよ。バイクが、これバイクも結構ですね意外と種類が多くて、こんだけありますね。バイクも気になりますね。まあこれもまたお金貯まったらですねちょっと見てみたいんですけども、ちょっと、どうしようかな、これ戻らなダメですね。ちょっと今なんかやってますね、これあの出てるのでなんかやってますね、おそらくなんかミッション中かなんかですね。これそうじゃないとこちらの青いルートのこれ出てこないので、まあ、ちょっとですねなんかお金みたいなコロコロくるくる回ってますね。これちょっと取るか、お、どういくんよこれ。 OKOK、よし20で、ちょっとこれガソリンスタンドあるので、ちょっとですねガソリン入れときましょうか。70リフエル、はい、ではですねちょっとゴールのところまで行きたいと思います。おー、何なんか警察おるんかなこれ。なんかちょっとわかんないですけど、あ、これだからウィンカーとかもですねあんま関係ないですね。信号とかどうなる、信号とかもあんま関係ないですね。まあ、でも警察がおるんやったら、まあ警察はちょっとまずいですけど。 OK、 これゴールですね、ゴールゴールゴール、ほらゴール来ました。 OKOK、 ゴールゴールゴール、うい、なんか失敗してますねはい、ちょっとなんか失敗しました。ちょっとなあれかな、あ、そうか、これなんかエコドライブかなんかやってたんですかね。せや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 、まああのちょっとですね ここでこれで、あ、こういう感じですね、チャレンジを選ぶことができます。オフロードとかですね、エスケープポリスとかですね、ノーダメージとか、まあいろいろあるんですけども、トップスピードとかがまあやりやすいかなと思いますけどね。こちらのタイムランやってみましょうか。これ多分時間内にここに行けみたいなやつやと思うんで、もうタイムランちょっとやってみたいと思います。始まった、はい、左にですね11分と書いてます。さあ行きましょう。まあ11分で着く距離、まあ、ちょっとこの車でまあ大丈夫なんかなっては思うんですけど、まあやっぱりですね AWD のまあ馬力の高い車を買うのがいいですけどね、やっぱスピード出すんやったらもうそれは絶対なんですけど、やっぱ滑ったりしますからね RWD は。まあでもあの急がなダメなんで、こういうのをもう全部、おお、これ右か、ちょっとこうショートカットとか していきましょう。思いっきり雪道やな、これ。これだからですね、マップ選ぶとかもないんですよね、このゲームは。そういうのもちょっとこう分かりやすくていいですけどね。あれ、これ何や、ちょっと危ない。
あ、ない。ぶつかる手前ですね、今のは。あ、何？あれ？あ、センターラインなかったですね。勝手にか、センターラインちゃうか。中央分離帯なかったですね。ちょっと勝手に中央分離帯があると思ってたので、今ちょっともうぶつかる寸前やっちゃったんですけど。で、なんか右に、なんか、この右下、下の右側ですね。なんか車のなんか赤い、なんか光ってるやつ、これなんですかね。まあ、車のダメージみたいなやつかな。あ、でですね、こうやってこうスピードかなり出すと、なんか、おぉ、チケット。ボーナスがですね、入るということになっております。で、ちょっと、これマップ見たら、あ、なるほどですね。今ここから始まって、今ちょうど半分ぐらいのところで、青いルートですね。この青いルート、ちょっとこれ動きにくいんですけど、ここがゴールですね。ここまで行く必要があるというわけです。はい、危ない。あ。まあ、これは多分余裕ですね。8分、あと8分30秒。余裕ですね。早い、めっちゃ早い。まあ、だからこれも、ちょっと馬力の高い車を買えば、5コインか。おー、やばい。大丈夫。はい。今のはもう完全事故です。あ、でですね、まあ、バックにするときは、ナビの部分にバックモニターが必ず表示されるということでですね、運転席視点でも安心してバックすることができます。いやー、もうちょい早く車欲しいな。多分これ右のマークはですね、多分やばい、ダメージだと思うんですよね。だからまあどっかサービスとかで車のダメージを直すということがまあ必要になってくると思うんですけども、とりあえずですねゴールしよう。まあ、あんまりスピードを出しすぎてるとですね、ちょっと曲がりたくてもキュッとこう曲がれないということもあるので、まあ、200キロ超えてますからね、ちょっと危ない。ちょっと。磁石でもひっついてんかな。避けてるつもりなんですけど、ちょっとなんか、すぐにですね、こう動いてくれないので。あ、これまた、ローディング入るか。オッケー。あ、ちょ、危ない危ない。ニアミスボーナスもありますね。さあ、もうゴールです。ちょっと待って、思いっきりなんかちょっとこれ危ない。おお、危ね。おお、下がりすぎや。お、バスめっちゃ突っ込んでくる。怖っ。あんな突っ込んでくるバスおらんやろ。怖すぎやわ。オッケー、もうゴールするよ。このウィンカーつけねえな。もうなんなら こっちショートカット。あ、ショートカットできんわ。こっちか。え、ちょっと待って、どこや。あ、ここか。ここですね。OK、 5分ぐらい残ってます。で、これを曲がると OK、 来た。これや。はい、ゴール。はい、あ、 OKOKOK、 めっちゃもらいました。7340もらいまして、まあこれノーダメージボーナスもあるんですけど、それはちょっときついということで、
まあ、このゲームのですね、まあ、レベルがなんかありますね、レベルが。ビデオ見て、3000もらえるということで、まあ、これちょっと見とこうかな。お？めっちゃ音いいよな。ほんまにあの音なんですかね。めっちゃ音いいですね。気になるな。フォン言うとったな。おお。おお、音めっちゃいいぞあれ。あれ乗りたいな。あれいくらなんですかね。これかな。まあドライビングスクールシムとですね、同じ車もいっぱいあるので、それをですねちょっと買ってみて、まあ安いのでもいいので。音を聞き比べてもいいんかもしれないですね。なんかハッチバックでなんか安い車、ああないんか。安くても4万とかですね。シビックとかですね持ってるので、これちょっと音聞き比べたいところあるんですけど、安いのは一緒ですかね。高くなればなるほど音がいいとか、まあ、そういうのもあるんかもしれないんですけど、まあとりあえずねこういうゲームがあるということで、ちょっとアンロックできたり、今バイクもちょっと高いんですけども、気になりますので、ぜひですねいつかレビューしていきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。